クラウンエーテル、クラウンエーテル、クラウンエーテルは、一般構造式、CHCHO マイナスで表される、大感情のエーテルである。デュポン社のチャールズ・ペダーセンが発見した。ペダーセンはその功績により、1987年に、ノーベル科学賞を受けている。一般には、X クラウン Y、エーテル、エーテルは、略することが多いと命名される。 X は缶を構成する原子の全数、Y は酸素原子の数である。缶の内側に酸素原子の非共有電子体があるため、金属価値音を取り込みやすい。缶の大きさによって取り込む金属価値音の大きさが違い、また様々な収縮をすることによっても選択性を変化させられる。O が S や NH などに置き換わったチアクラウンエーテル。 アザクラウンエーテルも合成されている。セデンを含むものも報告されている。こうした研究は後に超分子化学の概念の礎となった。金属触媒による酸化反応を研究していたペダーセンは以下の式のような合成計画を立て、2個のカテコールがエーテル差で連結された形を持つ四座配位酸の合成を試みた。式中であるは、 テトラヒドロピラニル元を表し、これは余計な反応が起こらないようにするための保護器の一種である。しかし、機質として使った位置が不純で保護されないままのカテコールを含んでいたため、反応はあまりうまくいかなかった。年長な塊として得られた生成物を生成すると微量ではあるものの純物質として白い結晶が断理できた。終率にすれば0.4%であった。 ペダー線は、目的とした酸ならば、もっと効率よく得られるはずであり、合成は失敗したものと考えたが、その結晶に興味を持ち、機器分析や実験で性質を調べた。すると、その結果から、単離した化合物は、面白い性質を持つことが分かっていった。まず、フェノール類に、アルカリや金属イオンを作用させると、ヒドロキシモトと結びついて、UV スペクトルで、 ピークが超波長シフトする、つまり色が変化することが知られている。ペダー線は得られた化合物にもフェノール構造が含まれているはずだから、そのような現象が見られるかもしれないと考え、水酸化ナトリウムを添加して UV スペクトルを測定した。しかし、スペクトルに若干の変化が見られたものの、ピークの位置はほとんど同じであった。このことは、得られた化合物が ヒドロキシ元を持たないことを示している。また、NMR や IR の結果からも分子内にヒドロキシ元がないことが確認できた。この結果をペダーセンは奇妙であると考えた。ヒドロキシ元を持たないならば、UV スペクトルには全く変化が起こらないはずである。さらに、その結晶はメタノールに溶けづらく、アルカリ溶液を加えると溶解度が増した。しかしながら通常、 フェノールやカルボン酸など酸性度の高い水素原子を持つ化合物はアルカリを加えると以下のような中和反応によって塩を形成して極性の低い有機溶媒に溶けにくくなり逆に水など極性の高い溶媒に溶けやすくなるのである。しかし、ヒドロキシ元を持っていないならばこのような溶解度の変化は起こりえない。さらに検討を行うとアルカリではなくナトリウムイオンが 溶解度を増す原因となることが明らかになった。元素分析の結果から、その化合物は蒸気の反応式における1と2が1、1の比で反応した蝶の素性を持つことが分かっていた。だが1分子ずつ結びついた場合の構造では、なぜこのような現象が起こるかの説明ができない。そこで、ペダー線は、保護器を持たない、カテコール4と2が2分子ずつ反応し、 より大きな缶を持つ語が生成したのではないかと気づいた。ペダー線は大きな空港を持つ語の中にナトリウムイオンが取り込まれ UV スペクトルや溶解度の変化をもたらしていると結論し、化合物を王冠、クラウンに似た形状からクラウンエーテルと名付けた。他にも缶の大きさが異なる種々の類縁体を合成し金属イオンを取り込む能力などを調べた上で 米国科学会史上に発表した。また、ペダーセンは合成上の観点からも、蒸気の反応は興味深いものであると述べている。高度希釈法を用いない場合、分子内で閉館した生成物が得られやすい。蒸気の反応で、9因間化合物でなく、分子間の反応が起こり、より大きな18因間の生成物が得られたのは、 反応系中に存在したナトリウムイオンによるテンプレート効果のためであると説明されている。これを利用し、クラウンエーテル類の合成は一般にアルカリ金属イオンの存在下で行われる。21、18インカンジアザクラウンエーテル誘導体は非常に優れたカルシウム及びマグネシウム選択性を示しに広く使用されている。クリプタンドを形成するため、 クラウンエーテルの一部あるいは全部の酸素原子が窒素原子に置換される。よく知られたテトラーザクラウンは酸素原子を有していないサイクレンである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。